ベンカタ三世は、南インドのビジャヤ・ナガル王国、アーラビード・アサの君主。本名は、ペッタ・ベンカタ・ラーヤという。1630年、センオー・ラーマ・デーヴァ・ラーヤが息子なくして死亡したことにより、ラーマ・ラーヤの孫であるベンカタ三世が多いを、継承した。だが、シュリー・ランガ2世の弟にあたるティンマ・ラーヤは、自身の方が、継承権があると主張し、ベルールを占拠したため、 ベンカタ三世は、アーネコンダに非難を余儀なくされた。ベンカタ三世は、シェンジナーヤカーサ、マドライナーヤカーサ、タンジャーブールナーヤカーサの支援を受けて、これに対抗し、オいのシュリーランガからのプリカットのオランダ勢力の援助も得て、これを鎮圧した。その後、ティンマラーヤはいくつかの領土を認められたが、再び反乱を起こしたため、年に、ベンカタ世は、 ティンマラーヤを撃ち、ベールールへと帰還した。だが、1637年には、ベンカタ三世と、タミル地方のナーヤカとの間に紛争があり、マドライナーヤカアサとタンジャーブールナーヤカアサに、ベールールを攻撃された。とはいえ、彼はこれらを破り、双方と和平を結んだ。しかし、 ビジャヤナガル王国の崩壊は、こうした内乱ではなく、むしろ以前より続いていた、デカンのビジャプル王国とゴールコンダ王国の幾度にも、渡る侵攻に原因があった。1630年代、ビジャプル王国の軍勢が、カルナウタカ地方北部のマイゾール王国とケラディナーヤカ、アサに侵入した。また、1638年以降、シュリーランガが反乱を起こすこところとなり、 ビジャープル王国の侵略を手引きし、同年12月に、両軍はバンガロールを共に攻め、これを占領した。1641年3月には、ベドージーパントに引きられた、ビジャープル軍が、ビジャヤナガル王国に遠征を開始し、シュリーランガの軍勢と交流した後、ベールールから12マイルの地点まで進撃したが、なあやかに撃退された。1642年4月、 ミール・ジムラー率いるゴールコンダ王国の軍も遠征を開始するところとなった。同月、ビジャヤ・ナガル王国の主力軍とベール・ゴー・ティティン・マ・ナーヤカとダーマル・ラ・ベンカタ・ナーヤカの援軍がミール・ジムラー率いるゴールコンダ王国の軍4万4000にダンダルールで大敗した。同年1642年10月10日、ベンカタ3世はこうした状況の中で死亡し、多いは多い。 シリーランガがシリーランガ三世として継承した。ありがとうございます。